極翼県は中華、人民共和国産青少林墳市に位置する県。黄土高原の林墳盆地の南端に位置し、川側の支流で東の翼条件から流れる川が東西に貫く。気候は大陸性気候であり、夏は暑く冬は非常に寒い。現在の人口は20万人ほどで、鉄鉱石をはじめとした地下資源が多く。 製鉄を中心とした大小の工場が集積している。また、進むをはじめとした古代以来の文物や遺跡が数多く出土している。進むの代々の孔の墓所である天馬局村石は1962年に発見され、11平方キロメートルの範囲から多数の墓所や砂場孔、祭祀孔が発掘されている。春秋時代には、 進むの商工業の中心地であり、都の城の置かれた翼城より発達していた。前745年、牧港の三男の関宿は、職友として極欲を与えられ、その後極欲は翼城の宗家よりも兄弟となり、関宿の孫の武功の時代にはついに関宿の子孫が真を掌握している。全館になると、後県に属した。487年。 北儀により極翼県が設置され、県地は現在の県上より1 0トルほど離れていた。598年、隋外により県地が現在の位置に移された。1958年に廃止となり高馬市に編入されたが、1963年に極翼県は県地を高馬市として再設置された。1971年に県地が 現在地に移された。ありがとうございます。